日本改革党の理念として、外国人生活保護、外国人留学生優遇、LGBT 法案、これに対して反対しております。なぜかと言いますと、去年、年末あたりに、自民党、公明党、連立岸田内閣総理、並びに公明党の山口代表、テレビの方でも言われたと思いますが、増税をしたいと、地上波の方で放映されました。現状、もうかなりの税金負担になっております。その中で、過去最高税収入と言った後、すぐさまに増税をお願いしますと、こういった与党、連立与党を放置していては、気がつけば、5公5民、50% を超える税負担率を自分たち、我々国民みんなが負担をしろと言っているのが自公連立岸田内閣総理なわけであります。イコール自民党公明党さんは皆さんに増税をお願いしているわけであります。代表として言われているのは防衛費、軍拡ではありません、防衛費です。防衛費、それから異次元の少子化対策、増税をするのに子供を産め、さらに働いて税を納めろと。これは逆に言えば、女性に対してすごい圧力にもなると思います。働いてて、子育て、出産をしろと、そもそもとして女性というのは、何に対しても多感なストレスを抱える方だと思います。それなのに、いろいろ全部やれと言っているようなものではありませんか。本来、今はそういうふうな時代ではないのかもしれませんが、男が働き、女性が家庭を守る。そういった構図の中で、出産、並びに子育てをやってきたのが、今までの、過去になるのかもしれませんが、そういったスタイルでありました。ところが、現在は、男女ともに、夫婦ともに2人で働いて、家計を支えるという状況において、それをやってくれと言って、じゃあ、女性の方が、はい、分かりましたと、そうはなりませんよね。男性側の意見として、やはり収入が安定しない。もしくは収入が少ないから子供を育てるということに対してどうしても弱腰になってしまいます。自分もそうです。なので、そういう考えで、増税をする日本の与党、自民党、公明党さんの意見には反対であります。で、どうしても増税をしたいんであれば、まず、よくわからないことにお金が流れているところを、まず、廃止すべきだと思います。よく言われていると思いますが、外国人生活保護、他国は一切やっておりません。なぜ日本だけがやっているのか、それに対して税金1200億が投資されております。そのお金、他国がやっているんであれば、相互関係という意味でやらざるを得ないという意味は分かりますが、なぜ日本だけがやらなければならないのか。唯一の同盟国であるアメリカですら日本人に対して生活保護はおりません。他の国で日本人が他国で困ってから生活保護を申請したとしても、日本人は生活保護が受けられないのであります。だったらなぜ日本だけがやらなきゃいけないのか、単純にかっこつけたいだけじゃないですか。例えで考えれば、よその子供が例えば困っていると、よその子供が困っていて、それを助けると。でも自分の子供は食わさないというようなものじゃありませんか。まず、よくわからないお金っていうのは、まず明確に表記し、そういうものにお金が流れてはならないと思います。そういったものに対して日本改革党は絶対的に反対であります。これからも日本改革党よろしくお願いいたします。ありがとうございました。